養成所が取り組む科学的トレーニングの基本は、選手候補生個々のさまざまなトレーニングデータを収集、それを解析しフィードバックすることによってより高いトレーニング効果を得ることです。そのために導入している機材のいくつかを紹介します。SRM はスピード、心拍数、ペダルの回転数およびチェーンリングとクランク部に内蔵されたセンサーにより、ペダルに伝わるパワーを計測できる測定機器です。実際の自転車走行時のデータを収集し解析することで、狙った回転数やパワーでトレーニングが行われているか、ギア比は適切かなど、その時々の自分のパフォーマンスを客観的な数値で把握することによって、トレーニング効果を高めることを目的とします。ワットバイクは実際に自転車を走らせた時と同じような空気抵抗を羽根車によって生み出し、パワーに関するさまざまなデータを収集するとともに、これ自体でダッシュ力や持久力といったパワー強化が測れるトレーニングバイクです。またペダルを回転させるパワーを計測し、そのバランスを視覚的に捉える仕組みも備わるため、ペダリングスキルの向上も図ることができます。ジムアウェアはバーベルや体につけたケーブルの伸び縮みを正確に計測することで、重りを持ち上げるスピード、加速度、パワー、そしてバーや体の動作軌道などを計測することができる機器です。特にジャンプトレーニングおよびレッグプレススローなどの爆発的パワーを必要とする種目を中心に利用し、これまで分かりにくかったそれらパフォーマンスの目標値を明確に設定し、目的意識とモチベーションを高めながらパフォーマンス向上を図ることができます。ダートフィッシュはビデオカメラで撮影したトレーニング映像をさまざまな方法で動作解析するソフトウェアです。スタンディングスタート時の体のバランスや乗車フォーム、ペダリング、レースにおけるライン取りなどの映像を画面比較やスローモーション加工などを駆使して分析し、より速く走るための情報を提供します。トレーニングの際に撮影した映像はパソコンがあればその場ですぐに解析処理ができるため、素早いフィードバックが可能となります。選手候補生にとっては自身の動作を客観的に確認することが可能になることに加え、ソフトの機能を駆使した多角的な分析から自身でより多くの改善点を見つけ出すことに期待が持てます。